鳥島は、佐賀県唐津市の唐津湾に浮かぶ、無人島。唐津湾西の浜の沖合およそ700メートル、唐津港の入り口に位置しており、道港にとって自然の防波堤の役割を果たしている。唐津市の市街地から最も近い島で、夏には、遠泳大会や、イカダレース大会が行われることがある。大松の茂る島は、かつては、泳林所の保養林として開放されており、 昭和30年代頃までは、料亭、原用閣が営業し、夏場には、汽船も運航され多くの人で賑わうなど、保養地としての趣きを見せていた。また観光の目玉にしようと台湾猿の話し飼いを、試みたこともあるが、猿が観光客や、周辺の漁師を襲うなどしたため失敗している。現在は完全な無人島で予約制の世渡し船が運航されるのみだが、 鳥島自然公園として、都市公園の指定を受けている。また、カヤックやボートでの上陸も容易なため、自然学習の場としての活用も多い。島の南東側にあるサスの先端部には、神奈川県江ノ島神社より分娩を受けた、鳥島べざい店が鎮座しており、年2回の霊祭では、べざい店祭りと称した島の清掃活動などが行われている。1950年代、 唐津炭鉱の最盛期には、唐津湾を鳥島や高島まで埋め立てその用地を確保するという構想も真剣に検討されていたが、炭鉱の衰退とともに頓挫した。ありがとうございます。